内野大霊は、日本の漢文学者、サッカー選手、指導者、東京高等師範学校及び、東京文理科大学教授、駒沢大学文学部長を歴任した、神奈川県吉祝軍大高村出身。14歳の時、総統州大乗寺の養子となり、白田作さんの名を内野大霊と改めた。育文館中学校を卒業後、 1905年より在学した東京高等師範学校では修休部に所属した。1909年の東京講師を卒業後に教師として赴任した東京府豊島師範学校ではサッカー部を設立し普及に努めた。1913年東京講師に講師として戻り修休部の部長を務めた。1917年には東京講師 豊島市藩、青山市藩を中心とした日本初のクラブチーム、東京集球,球団の設立に尽力。同クラブは、クラブチームとしての活動以外にも関東、中学校集球大会の主催や、全国各地での講習会の開催などサッカーの普及、発展に尽力した。1919年に大日本体育協会会長、及び東京高等師範学校校長の加納寺五郎と、 共にイングランド協会から FA カップを受領。英国大使館初期官のウィリアム・ヘイグラから指導を受け、1921年に大日本宗教協会の創設に尽力。内野は初代理事長に選出され、東京宗教団の団員たちも理事や委員として運営を担った。また、1931年に採用された、 日本サッカー協会のシンボルである八タガラスは、東京高等師範学校の先輩であった中村角之助の出身地の熊野那智大社の八タガラスをヒントにして、内野らが発案したものを元にしたとされている。東京高等師範学校の国語関門部を卒業後、豊島師範の教諭となったが、再び東京高等師範学校の専攻科で学び、終了後は、 同校の講師として泊まり後に教授となった。そして、孟子新薬を、はじめ多くの漢籍の著作を書き残した。1934年、長女道子は、漢文学者の藤川熊一郎と結婚。藤川は、うちの熊一郎として、養子師となる。1953年12月14日、東京都新宿区で観光編により死去した。2006年に、 第3回日本サッカー伝道に選出された。AB、東京集球団の歴史。東京集球団。2014年9月23日閲覧。AB、内野大峰市市許朝日新聞。1953年12月15日。2014年9月24日。閲覧名検算が未体育スポーツ列伝つくば。大学2006年10月16日。 2014年9月23日、閲覧。ありがとうございます。